ありがとうございます。まずですね、今回の、イベントの説明をする前に少しだけハリボーがいろんな国で展開をしているんですけれども、各国共通で使っているキーワードを一つお話しできればと思います。ハリボーの社内ではですね、チャイルドライクハピネスというキーワードがありまして、これをお届けするために我々ブランドが存在するっていうのを世界共通で持っております。で、チャイルドライクハピネスって何かっていうと、いろんな人々がいろんな状況って日々あると思うんですけれども、どんな状況であってもどんな人であってもハリボーの袋を一袋取ってハリボー体験をすると子供に戻ったような幸せな気分になれるっていうような気持ち、これをチャイルドライクハピネスと呼んでいます。なので我々製品を開発するときも、例えばテレビ CM なんかを開発するときも全てチャイルドライクハピネスっていうのをキーワードに作っています。で、実は9月にですね、新しいテレビ CM 鎧武者編というのを始めまして、これおかげさまで皆様から本当に大好評をいただいております。で、そんな大好評をいただいて、せっかくだからこういったチャイルドライクハピネスを、テレビ CM のテーマで実際に体験できるところがあったらどうだろうということで、このイベントの、展開に、つながりました。皆さんもうすでに楽しんでいただいた通りですね、実はテレビ CM の中では鎧武者たちが作ることができなかった国国城っていうのがここでは実際に作られていて、皆さんを国国体験を通じて幸せな気分にしてくれるっていうような遊具も用意したりしております。またはですね、ここではハリボーの中でも特に人気の、いくつかの商品というのをご用意いたしております。で、そちらにはですね、テレビ CM のコンセプトとあったようないわゆるハリボーの兜ですね、兜が抽選で当たるような企画というのもやっておりますので、ぜひ皆さん楽しんでいただければと思ってます。簡単にはなりますが、ご説明以上になります。ありがとうございます。